小野五兵、い、野五兵、へ野五兵、天保2年10月6日、1831年11月9日、大正十10年、1921年1月29日は、江戸時代から、明治、大正時代にかけての将棋座し、将棋騎士、12世名人。通説では、天野双方門下とされるが11代、大橋総計門下とすることもある。日本将棋連盟では、 ウェブサイト上の尾野の紹介記事において通説は、天の門仮説であるとした上で、大門仮説を取っていたが、現在該当ページは削除されており、岸系統図においても、尾野の師匠の欄は空欄としている。1831年、天保二年、阿波国、現在の徳島県、脇町、三馬市の旗子の長男として生まれる。青年時代までは、土井北郎を名乗っていた。 千八百四十六年、硬貨三年、皮膚病の治療のため有馬の温泉に滞在中、天野双保の門下とされる、長崎出身の三段格の騎士、指名不詳に見出される。この騎士と共に、長崎へ行き、数年間修行する。千八百五十年、海江三年、すでに教えることがなくなったとして、坊三段より、天野双保への紹介状をもらい、京都に上って、 天野双保の指導を受ける。しかし、この数日後、天野は江戸に帰ることになり、小野が再び天野の指導を受けることはなかった。1860年、再び天野の指導を受けるべく、江戸に出たが、すでに天野は死去した後であったため、11代、大橋宗慶の下に身を寄せる。文久元年、1861年7月15日、日本橋。 銀朝一丁目の定時風呂で、渋谷孫介と、左京内を対局した記録が残されている。総計から1860年に三段、翌1861年には四段を許される。慶応2年、1866年に五段、明治2年、1869年に六段に商段。土井五行と改名した後、加盟を継いで、小野五兵と名乗る。同年に、 八代伊藤隆信らが呼びかけた、100番、出版協合会に、参加、5月21日に、八代しろ衆院と、平香かりまじりで対局。明治5年、1870年1月20日には、総院や大谷と吉らと連勝儀に、参加、6月6日には、深川木場の鹿島政治郎宅で、総院と協地とされで対局する。その後、総院らと田を分かち、 尾野御兵会を組織したという、福沢諭吉、森有りら有力記者を講演者に持ち、名人位を狙うようになった。明治十二年、1879年、尾野御兵に改名。同年四月十三日、総員が十一世名人を重ねくらいする予定がある、ことを知った尾野は、両国中村郎で、将棋会を実施し話題を集め、総員は尾野に七段への商談を許した。 同年10月13日、本所亀町の東道院宅で、総院と左京地とされで対局。一時差し掛けとなったが、総院が名人に重ねくらいした後の10月26日に再開、再び差し掛けとなる。同年11月9日の午前10時から再開し、持ち将棋の提案を跳ねのけた上で10日の午後12時に252手で、おのの勝利に終わる。 この勝利により、尾野は、次期名人候補であることを周囲に認めさせたという。明治十三年、1880年、八段に、昇段する。明治二十六年、1893年、八代、伊藤隆氏が死去。名人位は五年間空位となった。明治三十一年、1898年、十二世名人を、重ねくらい。 同年五月二十七日に、両国の中村郎で、名人披露の縁を張った。家元出身以外の、初めての名人であったが、終身名人制は維持された。伊藤門下の関根金次郎は、小野の名人がさねくらいに異議を唱えて、争い将棋を求めたが、すでに高齢であった、小野の死後に名人を継げばいいとの勧めにより、異議を取り下げている。しかし、 尾のが長命であったため関根は前世紀のうちに名人を重ねくらいすることができず、そのことが関根に実力名人制への転換を決意させたとも言われている。坂田三吉、坂田三吉が台頭すると、関根と船下であった尾のは1915年、大正4年坂田に八段位を認めて、関根の対抗馬にしたという。大正6年、1917年、 関根と和解した斧野は、築地、新喜楽で、右境地で対戦して勝利する。ただし、終盤に、関根が勝ち筋を見送っているため、斧野に花を持たせたという見解が有力である。大正九年、1920年、柳沢安江の発案で、上野、時は花壇で、長寿の祝賀会を催した。大正十年、1921年に死去。 九十一歳、数え年であった。晩年は、関根と和解したものの、妻に先立たれて孤独な老後を送ったという。日本チェス界の草分け的存在でもある。ただし、東公平によると、腕はさほどではなかったという。小野以降、坂口雅彦、大山康春、宮坂幸男、羽生義春、森内俊之と将棋界は、地図の国内競合選手を輩出している。 実力性名人や日本将棋連盟、東京将棋連盟の成立前に亡くなっているため、連盟に所属したぶっこ騎士とは紹介されないものの連盟の騎士系統図においては、その一人となっている。後の将棋連盟所属騎士にも系譜が続いている時期、弟子としては、みぞろぎ工事がいるが、他に当時著名な騎士として八段まで上った斉藤正雄がいた。しかし、 尾野はじめ門の系譜は振るわず、みぞろぎの弟子、尾野の孫弟子である、ま宮純一が、日本将棋連盟を大会したことで、プロ騎士の系譜としては途絶えている。尾野の名人がさねくらいの直前である明治三十一年、1898年2月6日付の、時事新報において、尾野と、多月つ姿との飛車落ち線が掲載された。これが、新聞の将棋欄の先駆けであるという、 一方、明治42年、1809年には関根が結成した将棋同盟者が万長法において実践府の掲載を開始しており、こちらを新聞将棋の始まりとする場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。